皆様こんにちは。絵画こと買い取りプロ周花堂の金子でございます。えー、今日はですねこの李朝の美、えー、李朝の陶器についてのご案内でございます。えー、まあ、これえっ、ー、と柳宗悦の日本民芸館の資料のちょっと資料を拝借してるんですけども。 えーまあ、李朝の美というのもですね、あの柳宗悦もお向こうへ渡って実際にいろいろと開拓して伝えてきた一人でございますけれども、えーまあ、ここの美術館にはですね、非常に、まあ、あの肌のいい、えー、壺が残っております、えー。これが白磁の大壺ですけれどもこれは、えー、要はまあちょっと男性的にですね、非常に力強い形をした、えー、壺ですけれどもこういった壺。 でもう一つは染め付けのですね、えー、これは染め付欄、えー、乱舞文字、えー、花入れということで少し、えー、染め付けでですね、まあ、字が書いてあったり、えー、植物が書いてあったりするんですけども、えー、こういったこれは、まあ、少しこう女性的な肌の美しさというものを表現しているとも言われておりますけども、まあ、こういった今李鳥の肌の非常に優しい、えー 壺の姿がですね、まあ、評価が上がっておりましてこういった染め付けの壺でもですねまあ、非常に高値取引されるケースもありますもちろんあの古いものばかりではなくてですね中には新しいものも混じっておりますので全てがこう高いというわけではないんですけどもそのあたりもきっちり私どもも評価をしてですねお答えしておりますので李長の染め付けの壺がございましたらぜひ一度私どもで評価をさせていただきたいと思います 絵画コット買取プロリチョの壺ボ染め付けの壺を探しておりますぜひお心当たりございましたらこちらのフリーダイヤルまで一応お電話いただきたいと思いますまたラインもですねパソコンをご覧の方はこれをラインで読みスマートフォンで読み取っていただいてあるいはまあ スマホフォンでやってらっしゃる方はこの下にですねあの案内が出ておりますのでそちらから URL で入っていただければ LINE も簡単につながるようになっておりますのでどちらの方法でも結構ですお問い合わせお待ちしております。